こんにちは、ムカチャンネルです。今日紹介しますトフビは、ほんと久しぶりにね、抽選販売で当たることができました。ネオマンさんのね、ソフビになるんですけども、以前私がね、当たったのはほんともう2年ぐらい前なの。そっからね、根気よくね、何回か応募はしてたんですけども、全然当たらなくて、今年ね、年始一発目の抽選販売応募したら、なんと当たることができました。おっ、納品書ね。おお、前回ね、私がね、ネオマンさんで当たったのは、リアルヘッドさんとコラボの、じゃじゃーん、こちら、エレマックスというソフビなんですけど、これもね、めっちゃかっこいいでしょ。で、今回当たったソフビも、めちゃめちゃやばいんです。それがこちらです。ムカチャンネル。じゃーん、カニイカになります。これは多分ね、コラボソフビじゃなくて、ネオワンさんオリジナルのね、造形のソフビだと思います。こちらカニイカはね、もういろんなたくさんカラーがね、出てるんですけども、どれもね、本当にかっこいいんですけども、今回このカラー見て、ビビッときました。カニイカはね、私応募するのは初めてだったんですけども、まあ、ちょっと色合いにね、惹かれて、よく見ると、造形もええやんってなったんですよ。はい、じゃじゃん、こちら。カニイカのね、色はね、ブラックとなっておりました。いやー、めちゃめちゃかっこいいな。なんかガンダムに出てきそう。いやー、ボディやね、素体の色はこのね、ブラックだと思うんですけども、頭とかね、両腕とか足とか見てください。わかります？何色って言ったらいいんだろうな。すごいメタリックなね、こうすごいダメ感のあるブルーのね、カラーでめちゃめちゃかっこいいんですよ。そしてこの目って言ったらいいのかな、この部分はね、パープル色ですね。はい、こんな感じ。めっちゃかっこいい。初めてのカニイカ。うわー、こうね、新しい造形のものね、買うとね、今後もカラー展開ね、ちょっと集めたくなりますよね。で、エレマックスもそうなんですけど、スニーカーをね、造形の中にね、落とし込んでるんですよ。エレマックス、エアマックスっていう名前からね、来てるんだと思うんですけど、そしてこちらはね、スニーカーから来てるんでしょうね。カニーカーで、見てください、この造形。ここ、靴紐でしょ？ほら、ここ、スニーカーを落とし込んでるんですけど、カニーカーっていうことで、こう、カニっぽさ。手見てください。とか、この後ろから出ている、ここね、いっぱいカニもね、足があると思うんですけども、カニとスニーカーの融合で、カニーカーと。そしてどことなくこうガンダムに出てきそうな佇まい、めちゃめちゃかっこいいな。いやー、すごい。はい、足裏、じゃじゃん、見えるかな。ネオワンジャパンと刻印がされておりまして、じゃじゃん、カニーカン。潔く書かれてるね、スニーカーみたいな感じでね。で、可動はね、たくさんしますよ。両腕でしょ、滑らか。可動が本当に滑らか、ぎこちなくない、スースーっていく。そして腰、そして足、うわー、滑らか。なんかこう滑らかだと、感着の部分がすっごい精密に考えられてんのかなっていうふうに思うんですよ。そしてここ武器でしょうかね、じゃーん、かっこいい。そして多分ね、やっぱそうだ、背中のね、この足動くという。細かい。うわー、カニーカーだからね、ね、ちょっとブーツっぽいですけど、こうスニーカーチックなね、足になってますね。ここも動くんだ。わ、ここも動くわ。うわー、なんだろう、この水に油が混じったような色合い。表現悪いな。そのこのなんかグラデーション、なんか虹色のようなね、見る角度によって全然違いますわ。紫とか緑とかピンクとかね、うん、いろいろあって、いやー、これなんだろう、ラメではないな、これ塗装なんて言うんだろう。このカニーカーはもうスニーカーだから、本当にもういろんなところになんかこう、あ、スニーカーっぽさがね、垣間見えるんですよね。目のこことかってきっとエアマックスの靴の底にある空気が溜まった部分。あれなんていう名前なんだろう。あるじゃないですか。ね。あれなんだろうし、ここの腕のところがね、多分ですけど、ほら、ねじられてるでしょ、ロープみたいに。これ、靴紐を意識されてんじゃないかなっていうふうに思います。多分ね、そうだと思うんですよ。これは足裏のね、形の部分に見えますし、そこに、こうね、カニを落とし込んでいるっていうロボットで、めちゃめちゃね、素敵でいいですね。これがカニイカーか。初めて手にする、ネオマンさんの人気ソフビ、カニイカー。いやー、嬉しいな。そしてしっかりとこう、もう立つ感じ。
めちゃめちゃいいわ。いやー、この造形ないな。今まで私が持ってない造形ですわ。うん。いや、これはもうエレマックスの横に置きましょう。スニーカーじゃない、カニーカーか。ね。いや、いいなー。いやー、エレマックスもね、めっちゃかっこいいですよね。あ、ここからね、エレマックス出るたびに応募するんですけど、なかなかほんとこれもね、当たらないのよ。もうめっちゃかっこいいですよね。いやー。はい、というわけで、本日はネオワンさんからカニーカーの紹介になります。この動画が面白い楽しいと思えたら熱い高評価チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあね。